日本人のののの貧困化化は、複数要要因因ににによっててて引き起こされいいる現象です。す。以下その主な要因と影響について説明します経済の変化日本は高度成長期を経て経済大国としての地位を確立しましたがその後の経済の停滞やグローバル競争の激化により雇用機会や給与水準が低下する傾向が見られます一部の産業や地域では雇用の不安定化や賃金の低下が貧困化を促進しています格差の拡大 層層と低所得者のの間の格差が拡大しています高齢化社会に伴い年金や医療費などの社会保障制度の重要性が高まっていますがこれらの制度が必ずしも十分に全ての人々を支えるには至っていないため特に高齢者の貧困が懸念されています非正規雇用の増加正規の雇用形態に比べて待遇や保障が劣る非正規雇用派遣労働パートタイム契約社員などが増加していますこれにより 安定した収入を得ることが難しくなり、貧困のリスクが高まります。教育の格差、教育の機会均等が確保されているとは言いがたく、教育の格差が貧困の連鎖を引き起こす原因となっています。教育の質やアクセスに偏りがあるため、将来の職業選択肢が限られてしまうことがあります。住宅費の増加、都市部では住宅費の上昇が著しく、低所得者層にとって住宅を維持することが難しくなっています。 適切なな住居をを確保できないことが、貧困化を深刻化。深刻日本人の貧困化への対策は政府民間団体市民などが連携して取り組む必要がありますいかにいくつかの対策の例を挙げてみましょう社会保障制度の強化年金制度や医療制度などの社会保障制度を強化し高齢者や低所得者層の生活基盤を支える仕組みを整理することが重要です特に高齢者の貧困対策に注力する必要があります 最低賃金の引き上げ労働者の賃金水準を向上させるために最低賃金の引き上げを検討することが必要です。これにより労働者の収入が向上し生活の質が改善される可能性があります。非正規雇用の改善非正規雇用の労働条件や待遇の改善を図り安定した雇用環境を提供することが求められます。労働契約の明確化や福利厚生の充実などが含まれます。教育の機会均等の確保 児童・生徒の教育機会均等を実現するために教育費の負担軽減や奨学金の充実教育支援プログラムの提供などが必要ですすべての子どもが適切な教育を受けられる環境を整えることが重要です住宅支援の充実低所得者向けの住宅支援を強化し適切な住居環境を提供することが貧困対策の一環として重要です家賃補助や低金利の住宅ローンなどが検討されます 雇用喪失とスキルトレーニング、新たな雇用の創出や労働市場の活性化を図るために産業振興やスキルトレーニングプログラムの拡充が重要です雇用機会の多様化が貧困リスクの軽減につながる可能性があります地域社会の支援地域コミュニティが支え合い協力し合う仕組みを強化することも大切です地域のニーズに合った支援プログラムや活動を展開し地域全体での貧困対策に取り組むことが求められます これらの対策を総合的に展開することで日本人の貧困化を軽減し社会全体の持続可能な発展を促進することが可能ですただし多くの課題が絡み合う複雑な問題であるため長期的な視点で計画的に対策を進める必要があります日本人の貧困の未来については確定的な予測は難しいですが現在の社会や経済の傾向からいくつかの可能性を考えることができます高齢化と年金制度の課題 日本は高齢化が進行しており、将来的に高齢者の割合が増加することが予想されます。年金制度や医療制度の持続可能性が問題となり、高齢者の貧困リスクが増加する可能性があります。非正規雇用の増加と雇用の不安定化、今後も一定の雇用の不安定化が続く場合、非正規雇用者や低賃金労働者の貧困が深刻化する可能性があります。経済構造のの変化化や技術の進化により 職業の安定性に影響を与える要因も存在します教育格差の影響教育格差が縮小しない限り教育の質やアクセスに偏りがあることにより将来の収入や職業選択肢が限定される可能性がありますこれが貧困の連鎖を引き起こす要因となる可能性があります社会保障制度の改革の必要性社会保障制度の改革が進まない限り貧困問題が深刻化する可能性があります 高齢者の年金や医療子育て世代の支援など社会全体のニーズに合った制度の見直しが求められます地域格差の影響都市部と地方部との格差が広がることにより地方での貧困問題が深刻化する可能性があります地域ごとの経済状況や雇用機会の違いが住民の生活水準に大きな影響を与えることが考えられますこれらの要因が絡み合い日本人の貧困の未来に影響を及ぼす可能性がありますしかし 政府や社会全体での取り組みにより対策を進めることで未来の貧困を軽減する可能性も存在します持続可能な経済成長や社会的な包摂を促進し多様な人々が適切な支援を受ける社会を築くことが重要です将来の日本の生活水準については多くの要因によって影響を受けるため特定のシナリオを予測することは難しいですが一般的な傾向を考えてみましょう高度なテクノロジーと便益 日本は技術の進化に常に先導的な役割を果たしてきました将来では AI、ロボティクス、自動運転車などのテクノロジーが一般的に浸透し生活の多くの側面で便益をもたらす可能性があります持続可能な環境への取り組み、環境問題への取り組みがますます重要になると予想されます再生可能エネルギーの普及、省エネルギーの家庭用品や交通手段の増加、廃棄物管理の改善などが 持続可能なな生活水準を支えるる要因となるでしょう。多様な働き方とワークライフバランス働き方が多様化しリモートワークやフレキシブルな労働環境が一般的になることが予想されますワークライフバランスを重視した働き方が推進され個人の生活満足度が向上する可能性があります高齢化社会への対応日本は高齢化が進行しています将来では高齢者向けのサービスや施設が充実し 健康な高齢者も社会参加を続ける環境が整う可能性があります教育の重要性の向上教育への投資や教育制度の改革が進み個々の能力を最大限に引き出す教育が提供されることで人々のスキルや知識が向上し生活水準が向上する可能性があります多文化共生と国際的なつながりグローバルなつながりがますます重要になる中国際的な交流や多文化共生が進むことで 多様な視点や文化が社会に豊かさをもたらす可能性があります。これらの要因が組み合わさり、日本の将来の生活水準が形成されるでしょう。ただし、これらの予測はあくまで一般的な傾向であり、実際の未来は多くの不確実性を含むため、柔軟な展望が求められます。